Welcome to Rioa House. Wow, so even without a guarantor, I can rent your room? Yeah. Wow, that's amazing.時に大切なことはありますよね。あるね。近くにコンビニがあるかどうかとかね。まあまあそういうこともあるんですね。まあとりあえずその物件探す前にどういう街かどうかちょっと調べてみたいですね。そうね。そうそう、例えばこの電車があるじゃないですか。こういうどんなアクセスがあるかどうか結構大事ですね。生活することで周りをいろいろ調べることが大事です。それです。じゃあちょっといろいろ見てみよう。はい。What kind of spot do you want to check out? I want to go to a restaurant. ここに人気がある唐揚げ屋さんがあるんですよ。ここに？はい。ちょっと狭く見えるんですけど、この中で唐揚げたくさん作って、持ち帰り弁当が買えるんですよ。楽しみじゃん。ちょっと見てみましょう。はい。これ唐揚げ屋さんです。こんにちは。こんにちは。三つ星唐揚げさんのおすすめメニューは何ですか？おすすめはですね、ももの唐揚げが特によく出ますね。ももはい、中でも中のサイズが、お土産とかおかずとかに持ってかれるのに、はい、ジューシーでいいですね。食べたいの。おじゃあちょっと食べてみましょうか。じゃあ一つお願いします。はい、ありがとうございます。びっくりした。うまっ。あ、ごめんなさい。ジューシー。あ、すごい。なんかアメリカの料理と全然違う。うまっ。わお。どう？ Tastes good？ 唐揚げ、どういうところこだわりがあるんですか？こだわり、揚げたてはもちろんなんですけど、冷めても美味しいっていうところに、はい、こだわって作ってます。広島弁講座を始めよう。くたびれる標準語ではしんどい、英語では tiring。 今日仕事がくたびれたわ。もう一回言いましょう。仕事ばくたびれたわ。社長に言うよ。はっ。ちょっと待ってください。夜もしっかり